国企100経過車で蘇生された貨物列車、先頭は DD51 系ディーゼル機関車。国企100経過車とは日本貨物鉄道が1987年度から製作する貨車である。コンテナ輸送の競争力を向上するため、日本国有鉄道末期から速度や輸送力向上の対策が進められてきた。主要拠点間の輸送は輸送効率に難があり高速走行ができない。 古希5500型や時速 100km で走行可能なものの輸送効率と整備性に何のある古希1万型に変わり古希5万型やその改造車で対応されてきたが生活関連物資輸送などの特に速達性の要請が強い分野でトラック輸送に対抗することと将来想定される輸送分野に対応できるよう高速走行と 汎用的な積載能力を兼ね備えた新型車両の開発が1987年の国鉄分割民営化直後から開始され、同年に製作された国希100系の試作車4両が各種試験に強された。この成果をもとに1988年から量産された車両が本系列の講師となる国希100系、国希101系である海上コンテナ輸送のための提唱車体、 拠点間輸送に適応した4両ユニット方式、コストを抑えるためユニット単位での集中搭載とした電磁ブレーキ装置などの新基軸が盛り込まれた。1988年3月のダイヤ改正で設定された最高速度時速 110km のコンテナ列車スーパーライナーに暫定使用されていた国機5万系35万番台を置き換えたほか、拠点間の使用列車に 重点的に投入された。本系列は、その後従来のコンテナ車置き換えや、海上コンテナ輸送への対応など、輸送の実態に合わせた仕様の変更を重ねた結果、複数の派生形式が開発されて2010年代においても、製作が続いており、2016年時点での総数は6000両を超えている。製造メーカーは、川崎重工業、日本車両製造の2社であるが、 試作車のうち、国旗100から2のみは、JR 貨物新小岩車両所で、ノックダウン生産されている。台枠は、従来のコンテナ車と同様な、魚原なり川張りであるが、海上コンテナなどで、一般的な、高さ8フィート6インのコンテナを積載できるよう、床面高さを従来車より100ミリメートル下げ、1000ミリメートルとした。このため、台車周辺の台枠寸法が変更されている。 車体長は、国旗5万系と同一の19、600mm を基本とする。車体の一端に、手すりとデッキ、昇降用ステップを有する。突破なし禁止とされたためてブレーキは留置専用と、され、操作ハンドルは側両側面に移設された。外部塗色は、コンテナブルー、台車は灰色である。ユニットで運用される形式の中間車は、手すりとデッキを廃止し、 車体長が短くなったものもある。大枠上のコンテナ禁定装置は5トンコンテナ用を左右5組、20フィートコンテナ用を左右3組装備するほか着脱式のインターボックスコネクタにより各種の海上コンテナを積載できる構造である。20フィートコンテナ3個積載できるように積載重量は40.5トンとした。台車は古5万系の t r 型をに 開発された FT1 系列である。枕羽ネ配列の変更や左右動断波の取り付け、軸受けの軸ゴム追加などが施された。ブレーキ装置は、古期1万系と同様な CLE 方式を装備する。ただし、ユニットで運用される形式では、電磁弁をユニット中の一部車両のみに搭載し、ここからユニット内他社の CL 方式ブレーキ装置を集中制御する。 最高速度は時速 110km である。各部寸法は以下の一覧の通り形式ごとに詳細が異なる。国旗100から100後には製造当初車体に JR 貨物の文字が入れられていたが、その後 JRF の CI に変更されている。2017年以降に検査出場した車両は JRF マークを省略している。国企100から48試作車1987年に4両が、 製作された。デッキ手すりはなく、車体長がその分短い。車体にインターボックスコネクタ取り付け穴がなく、川崎重工業製の1、4は大枠側面のブレーキコック操作口周囲に補強板が付けられている。ブレーキ装置は全車とも CLE 方式である。4両1編成で各種試験に供された。量産車が落成すると古期101型と、 新たにユニットが組まれ中間車として再組成、量産車1988年1989年に128両が製作された。車体長は試作車と同一である。IBC 取付穴が車体に設けられ、ブレーキ装置は電磁弁を持たない CL 方式。古期101から481988年1989年に132両が。 古希100系試作車の試験結果を踏まえ、入れ替え作業の利便を図るため、手すりとデッキを設けた両端車として製作された。このため車体が伸び 19600mm となった。積載設備は古希100系両端車と同一である。ブレーキ装置は電磁弁を装備した CLE 方式で、奇数車には SV と RV、偶数車には SV と EV をそれぞれ装備する。 1>, 1から4は、国旗100系試作車というニットを蘇生し5から132は、国旗100系量産車というニットを蘇生。国旗102から102基本版内1989年から1990年にかけて180両が製作された。車体庁や、積載設備は、国旗100系量産車と同一で、外観上の総岩手ブレーキハンドルの位置と、 側面のブレーキコック操作口が異なる程度である。ブレーキ装置の電磁弁は、奇数号車に集中搭載している。国期102から501500番台1990年に50両が製作された。31フィートコンテナ積載に対応しに役作業の利便を図るため、車体長を両端車と同一の 19600mm に延長した区分である。外観上、 大枠側面補強の位置が異なりコンテナの近底装置の間隔が広くなった。ブレーキ装置の配置は基本番台と同じ。古期103から1011989年と1990年に230両が製作された。デッキと手すりを設けた車体構造や積載設備は古期101型と同一であるが、手ブレーキハンドルの位置が異なり、ブレーキ装置は 電磁弁を持たない点が異なる。1から180は、国旗102系基本番台というニットを蘇生し、181から230は、国旗102系500番台というニットを蘇生する。途中駅での増結、開放が発生する運用に充てるため、一両単位での運用を考慮して、仕様変更した形式である。国旗103型のブレーキ装置に電磁弁を追加し、 CLE 方式ブレーキ装置とした構造で、古機5500系、古機1万系など従来車の置き換え用として2948両が製作された。基本番台1989年から1996年までに2900、1993年製以降は、車体外枠の海上コンテナ積載用、IBC 取付穴を省略し、台車軸受けも改良された。 1994年製のうち最終製造分の8両は当時余剰となっていた区無線形私有車運車の台車などを流用して製作された古機104-50065000番台埼玉県資源活性化財団所有の私有化車として1996年に36両が製作された同時に製作された私有無外コンテナウム 12A 型を積載し 埼玉新都心の建設残土輸送に使用された。表記以外に JR 貨物所有者と相違はなく、残土輸送終了後は JR 貨物に譲渡され、一般車と混用されている。譲渡後の改版はない。国旗104から1万42096列車一般化改造後の姿1万番台列車の最高尾に連結し、補助機関車の走行中自動開放に対応する。 車両として1996年に四両が製作された。下の積型に補機と高さを合わせた密着自動連結器を装備したため床面が高くなり、12フィートコンテナのみを積載可能としていた。味川口駅に常備され、山陽本線八本松瀬野間で上り列車の5補機 EF67 型電気機関車を走行中自動開放するために使用された。 2002年3月に走行中開放が廃止された。あとは一般化改造され、一般車と混用されている。改造による番号の変更はない。国旗1 0 4から993、禁定装置取り外し後の姿改造コンテナ、近定装置取付改造車、ISO コンテナの定期輸送に充当するため、1996年に国旗1 0 4型から96両が改造された。 改造主車は1992年までに製造された日本車両製造製の IBC 取付穴付車両から選定され、そのうち95両改造された。改造車は識別のため車体中央に M の文字が描かれていた。改造は IBC 取付穴に折りたたみ式、ツイストロック筋蹄装置を取り付けるもので、増設された筋蹄装置は40フィートコンテナ用20フィート。 ISO コンテナ用である20フィート ISO コンテナを2個積載する場合は JR 規格20フィートコンテナ2個積載の場合より車体中央よりに積載され既存の20フィート用金底装置も2箇所併用する ISO20 フィートコンテナを1個のみ積載する場合は JR 規格20フィートコンテナの場合と同様中央に積載される海上コンテナの積載型を改善した 古機106系、古機200系の増備により2003年に海上コンテナ禁定装置の取り外しと M 表記の抹消が行われた。受け台はそのまま損置されている。1990年1991年に40ユニット80両が製作された。ユニット方式車両の運用効率化のため、製作された2両ユニット方式の車両である奇数番号車と 空数,数番号車でユニットを組む。車体構造、積載設備は、国旗103型とほぼ同一である。ブレーキ装置の電磁弁は、奇数号車に集中搭載している。海上コンテナの積載に適応する車両として、開発された汎用コンテナ車である。1997年から2007年までに2162両が、製作されている。従来の国旗1 0 0系では、 海上コンテナ積載に着脱式の IBC を使用したが、着脱の煩雑さを解消するため20フィート、海上コンテナの積載位置を JR20 フィートコンテナと同一とし、さらに総重量24トンの海上コンテナも1個、積載できる構造とした。このため、荷重増の必要をも考慮して、大枠強度が見直され、大枠や手すりの形状は従来型から、 大幅に変更された。荷重は40.7トンである。積載設備は20フィート40フィートコンテナ用。近定装置をツイストロック式に変更している。台車は軸箱指示を軸ゴム、シェブロンゴムとした FT2 型とされた。ブレーキ装置は電磁弁を持つ CLE 方式で一両単位での運用を可能とする。外部塗色はコンテナブルーで落成したが、 1999年生以降は、識別のため当初から車体色を灰色として落成し、初期者も全般検査の機会に灰色へ塗り替えられた。同年生の最初の2両は、試験的に貨車用フラット防止装置を取り付けていた。電源の車軸発電機と一体化した、滑走検知用の速度検出器を車軸に取り付けている。採取したデータは、聞き箱内部に設置した携帯電話によって、 随時送信できる構造になっている。2003年度製からは、留置ブレーキ動作時に車側に表示板が突き出す、手ブレーキ近海表示装置が設置された。さらに2004年度製以降は、大荷重ブレーキ装置の速重機構を、従来の油圧式から古希200型と同等の空圧式に変更した。古希110から後新開発された15フィートコンテナの、 積載用として2001年に5両が製作された国キ106型25フィートコンテナ用の近平装置を追加した構造で外部塗色は識別のためカラシ色と呼ばれる黄色塗装となった台車は国キ106型と同一の FT2 系である15フィートコンテナは試験輸送に留まったものの本形式の使用停止措置や除籍はされることもなく 2018年11月時点でも5両前車が継続して運用されている。国旗5万系の老朽取り替えを目的とする次世代標準車として開発された形式で2006年12月に試作車の1両が2008年より量産車の製作が開始され、初年度は144両が製作された。2018年1月現在、1947両が製作されている。 車体の主要帳元は輸送実績に合致した国旗106型をベースとした大枠は従来のコンテナ車と同様、側張り、枕張り、タン張り、横張りなどを溶接組み立てした構造である国旗106型と同じように ISO 規格の20フィートコンテナ2個もしくは20フィートコンテナ1個積載を行うため車体の上下曲げ合成を大きくする一方で 走行性能に影響するねじり剛性を、古機106型より小さくし、軽量化を図る構造とした。後くらい側の車端には、入れ替え天井用の握り棒、階段と留置ブレーキハンドルを設けている。ブレーキ装置は、電磁弁を持つ CLE 方式で、各社に電磁弁を装備し、一両単位での運用を可能とする。空圧式側充弁により、積載荷重の代償を検知し、 適切なブレーキ力を得る、大荷重装置を搭載する。台車は、古機200型で使用されている FT3 を改良した FT3A である。車輪径は 810mm、固定軸距は 2100mm、軸は腰地を軸ゴムシェブロンゴム、基礎ブレーキ装置は、ユニットブレーキで FT3 と同等であるが、枕バネを金属バネに加えて、 防振ゴムを追加することで貨物に対する振動の影響を低減する構造である。外部塗色は、国旗106型と同様の灰色で、荷重は40.7トンである。苫小牧貨物駅から新富士駅の間の LNG コンテナ輸送に使用される国旗100系貨車幹線系統の高速貨物列車で使用されるが、列車総重量1200トン以下の時は最高速度。 時速 110km、総重量1300トンの時は最高速度時速 100km で、走行可能な高速性能を活かし、東海道、山陽本線系統、東北本線北海道系統、日本海縦貫線の高速貨物列車を中心に、聖多化、重量コンテナが積載される列車や、海上コンテナなど、大型コンテナの輸送にも使用されている。東海道、 山陽本線系統では最高速度時速 100km 以上の高速貨物列車 A 及び総重量1300トンの全列車で運用される。東北本線、北海道系統は最高速度時速 100km の高速貨物列車 A 及び大型コンテナ輸送のほか、東海道、山陽本線区間では古紀5万形式からの置き換えが進展している。日本海中間線では 大阪貨物ターミナル、札幌貨物ターミナル、大阪貨物ターミナル、新潟貨物ターミナルにおいて1日、1往復ずつ設定されている、高速貨物列車、a に使用されるほか、黒い発着の大型海上コンテナの輸送に使用されている。既存の海上コンテナのみならず、都市ガス輸送用として、苫小牧駅、新潟貨物ターミナル、姫路貨物駅を発着する。 LNG コンテナなどの本系列の使用に適合したコンテナも製作され本系列で輸送されている a b 後期107型が1500両を突破購入者鉄道ファン railf.jp2016 年9月10日掲載鉄道図書館公開鉄道ピクトリアル1991年3月号特集コンテナ貨車 51p 記事 ABC ローリングストックマシーナリー第17巻第3号 P15 個機104型から JRF マークが消える購入者鉄道ファン railf.jp2017 年3月28日掲載 ABC ローリングストックマシーナリー第17巻第3号 P16 電気車研究会鉄道ピクトリアル2008年10月臨時増刊号ナンバー810 鉄道車両年間2008年版による ABCDE ローリングストックマシーナリー第17巻第3号 P17 ハット AB レールファン第49巻第4号鉄道ともの会2002年4月1日10ページ国旗110形式前車が四国貨物列車に重当される車鉄道ファン railf.jp2018 年11月19日掲載 JR 貨物ウェブサイトプレスリリース。平成20年度のコンテナ社及びコンテナの申請についてによる。JR か、国旗107系公衆輸送ネコパブリッシング2013年12月4日。JR か、国旗107型6両公衆輸送ネコパブリッシング2015年10月22日掲載。JR か、国旗107と小田急3万系公衆輸送。 RM ニュース鉄道ホビダス猫パブリッシング2016年11月10日、掲載 ABC、ローリングストックマシーナリー第17巻第3号、P18、ありがとうございます。